こんにちは。変身あやとりは日本のあやとりの大きな特徴とされているようですが、大抵この親指小指から中指でこう取り合う日本の構えからスタートすることが多いようですね。例えば変身あやとりの王様と言ってもいいでしょう。この一人あやとりね、以下省略します。同じく日本の構えからこうやってこうやってでこう外しますと、はい、テレビとかカエルとかも言われてるんですかね、こうすくって、はい、うん、ゴム缶、はい、以下省略します。皆さんもよくご存知ですね。あるいはやはり日本の構えから杯を作って、二段はしごから、はい、蝶々をね、うん、親指でこれを取って、はい、子供富士山、我が流派では富士尾君と名前をつけてます。この富士尾君、逆立ちは下手ですが、この虎ね、あるいは猫になったりね、展開力はありますね、富士尾君。日本の構えから始める変身あやとり、ちょっと変わった取り方やってみます。はい、小指、右の小指をこの左の小指の輪に入れてね、はい、潜って潜って、この親指の一番手前の紐をこう背中で取りますね。こういうふうにこう背中で取って出して、今度は小指のこの一番外側の紐をこう腹で取って、はい、上に上げて、はい、左右の小指を揃えて入れて、はい、両極揃えますね。引っ張りますと、はい、逆立ちの上手な藤子ちゃんが現れました。先ほどの藤子くんと違って、この子は逆立ちが上手ですね。藤子くんのお姉さんにあたります。中指外しますと、はい、お母さん藤さんにありますね。中指を両線の間にこう入れてこちらへ出しますと、はい、お父さん富士山ですね。両線に幅ができてたくましい感じになりましたね。で、中指で手のひらを取り合って中指の下を外しますと、はい、先ほどの富士尾君になりました。復習しましょう。この藤尾君、やはり日本の構えから片手こう持ってきて、小指の紐をこう押さえてね、こう返して、で小指と小指また揃えて入れるようにしてこう引っ張りますと、これ赤ちゃん富士山ね、赤ちゃん富士山、だん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 大きくなります。はい、立派に成長したこの姿が藤尾君ですね。はい、逆立ちが下手です。中指外しますと、はい、お母さんになって中指で取り合いますと、今度は逆立ちの上手な藤子ちゃん。この藤子ちゃんの小指を外しますと日本の構えになりますね。この紐の動き、
こう今の紐の動きの逆モーション巻き戻しがつまり最初にご披露しました。ここから日本の構えから直ちに藤子ちゃんを出す取り方ですね。直ちにこう小指こう入れて潜って背中でここ背中で取ってね、背中で取って今度は腹で取ると、このリズムがいいですね。背中で取り、次は腹で取り、そして指を揃えて入れて、はい、行儀のいい、この形を作って引っ張ると、はい、藤子ちゃんの登場です。はい、中指外しますとお母さん藤さんですね。これから、まあ、菊藤流ですから菊の花を作って締めましょう。はい、菊の花、はい、親指外してここに入れますと、はい、日本の構えに戻りました。はい、どうも大変失礼しました。